久留米市の大久保市長はきょう、接種を希望する高齢者へのワクチン接種が今月中に終わる見通しを明らかにしました。65歳以下への接種を前倒しするとしています。久留米市の場合は6月末までに高齢者接種を完了したする予定であるということです。日本一ワクチン接種が早い自治体を目指しています。久留米市ではおととい時点で65歳以上の高齢者の 74% に当たる6万4600人への接種を予定しています。このうちおよそ9割が予約を済ませているため、政府が自治体に求めている高齢者接種完了期限の来月末より1ヶ月早い今月末までに希望者全員への接種を終える目処が立ったということです。久留米市では65歳未満への接種を前倒しする方針で、大久保市長は集団接種と主要医療機関、それにかかりつけ医の接種を組み合わせた久留米方式が機能したと説明しています。